改札口、新鹿沼駅は、栃木県鹿沼市鳥居跡町にある、東武鉄道日光線の駅である。駅番号は、TN18。乗り場単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の、計2面3線を有する地上駅。駅舎は、浅草方面ホーム側にあり、東武日光方面ホームとは、湖泉橋により連絡している。バリアフリー設備として、 エレベーターが設置されている。2012年に駅の東西を連絡する自由通路の建設が進められ、同年4月5日より供用を開始した。東武日光駅管区参加の駅長配置駅で合戦場駅板に駅間を管理する。1.3番線を資本線として、2番線を上下線供用の対比線としている。 2020年度の1日平均乗降人員は2520人である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通りである。カヌマ市民バス駅前広場には東部新カヌマ駅停留所がある。また、駅出口から東へ約160メートル先にある新カヌマ駅前、交差点の北約80メートルの霊平市街道上には 鳥屋都庁停留所があり、宇都宮方面の路線における事実上の当駅バス停留所となっている。カヌマ営業所行きは新カヌマと表示される。カヌマ営業所は到底留所から2つ先の停留所である。ありがとうございます。